どうもこんにちは、大峰です。今回は After Effects 用のスクリプトであるスライスイットアップをご紹介していきます。スライスイットアップはレイヤーを任意の数にスライスしアニメーションさせることができ、スライスしたら各レイヤーをキーフレームを使ったアニメーションは可能。うまく使えばトランジションなんかにも有効かもしれない隠し味的な演出に有効なスクリプトです。フラッシュバックにてダウンロード販売中。価格は税込み4100円となっています。さて、それでは大まかな使い方を見ていきましょう。まず、適当な写真や動画ファイルを配置します。配置したら、スライスイットアップのパネルにある、ナンバーオブスライシーズに任意のスライスを入力して、次に、Z スペースディストリビューションをオンにします。Z スペースディストリビューションは、スライスした各レイヤーの Z 軸をコントロールすることができるようにするかしないかを決める項目となっています。コンテナモードは、スライスするレイヤーの形状を決定する項目です。スクエア、サークル、レクタングルの3つから選択します。これらの設定が済んだら、スライスイットボタンをクリック。すると選択したレイヤーは非表示になり、代わりにコンポジションが作成され、そのエフェクトパネルにはいくつかの項目が現れます。で、これらの値を変えてみると、1枚に見えるレイヤーが先ほど指定した数だけスライスされているのがわかると思います。このコンポジションをダブルクリックすると各スライスがレイヤーごとに分けられているので、こちらにもキーフレームを打ってやると、より複雑な動きを追加できます。スライスイットボタンの下にあるいくつかの項目は、スライスイットアップを適用した後の XYZ 軸などにランダム性を追加する項目で、何度でも適用可能となっていますので、好みのレイアウトになるまで試してみるといいかもしれません。以上です。手動でやると面倒で時間のかかってしまう作業でも、プラグインを使えば一気に効率化できます。今回のスライスイットアップもそんな効率化アップと、ついでに表現力もアップさせてしまう、まさしく必殺スライスイットアップ。そんなわけでまた来週お会いしましょう。さようなら。やさまは YouTube だけじゃなく、ポッドキャストでも配信中。YouTube 番組とは違った話題をメンバーとアーダコーダで喋ってます。一度登録すれば自動で受信できる便利なポッドキャスト、配信日は毎週火曜日。今すぐここからアクセス。